はようございます。日本一周99日目11月2日火曜日、現在時刻朝6時10分です。私ね、こちら岡山県玉野市にあります道の駅宮山公園というところでね、朝を迎えております。黒リンパいたしますとね、こんな感じで結構ね大きい駐車場ですね。さあ、ここからね大阪まではねあと200キロぐらいということで、すぐに帰れるんですけれどもね、あともう一泊とかキャンプ場行こうかなとは思ってるんですけども、果たしてどうなるやら。さあ、現在時刻8時30分ですね。出発いたします。大阪の方に向かってね進んでいくんですけども、今日中にね大阪200キロなんで帰れるんですけどもね、途中にねいいキャンプ場が、良さげなキャンプ場があったらもう一泊ねキャンプ場泊まろうかなと思ってるんですけども、あれセルフうどんって右手にあるんで、一瞬まだ香川県かなと思ったけど、もう岡山県にね瀬戸大橋渡ってるはずなんですけども、セルフうどんがね岡山県にもあるんですね。うどんといえばね、昨日ね三好うどんさんでね食べたうどん美味しかったですね。本当に香川県でね本場のうどんが食べれてよかったですよ。本当去年食べ損なった分ね、本当どうしてもねうどん食べたかったんでね。さあ、海が見えてまいりました。この海はどこの海でしょうか。これ瀬戸内海ですね。現在私ね岡山県は岡山市を走っております。今ね、今この辺り姫路でしょうかね、とんでもないもの見つけましたね僕左のね新町清水っていうバス停のね、何ですかこの女子高生の色黒のね、ちょっとお太りになられたこれ何ですかこれ何のギャグですか。うーわえぐ何ですか何を目的として作られたのか謎ですねあれ現在時刻12時48分です。今私ねこちらイオンモール葛西北条店に行きました。ここでねちょっとお昼ご飯ケンタッキーをね食べたいと思います。今ね対向車でね鈴木のジクサー250、SF じゃなくてねカウルのついてないネイキッドのタイプのスタファイのねジクサーとすれ違ったんですけどね、シルバーのなんかね正面から見たらねかっこよく見えましたね。なんか KTM っぽい感じのねヘッドライトのなかなかね良かったですよ。ジクサー250かっこよかったですよ。さあ、今ねキャンプ場の手前5分 2.8 キロ手前のところを走ってるんですけどもね、まだこの辺りはねアスファルトの道で全然大きいキャンピングカーでも問題ないんですけども、どうでしょうかね、山の方に入っていくキャンプ場なんでしょうかね。ちょっと下調べしてなかったんですけども、まあ、どちらにしてもねあと5分で到着するんで、山の方に入っていってもちょっとだけのね時間だと思うんですけども、おそらく大丈夫かなこれは。さあ、手前3分のところでねちょっと奥まったところに入ってきましたけど、この辺り住宅街のようですね。もうあと3分で到着なんですけども、まあ、手前1分のところでねこのような細い道に入りましたけども、もうあとちょっとね 240m で到着のようなんで、この辺りはまあまあ大丈夫でしょうかね。さあ、これが何やら建物見えましたよ。あれこれなんか見たことあるような気がするな。これ右方向です。その先目的地です。これなんか見た来たかもしらんな、この間。あ、ここ来ましたね確か。ここはそういえば前見に来たとこだ。目的地に到着しました。なんか見覚えあるなと思ったら、そういうことか。なんか見覚えあるなと思ったらね、やっぱここ来たことがありましたね。一番最初ねここねキャンプ場ね下見に来てましたね、前半の方でねこの建物にね見覚えがあったんですよね。なんかね先ほど来る時もね道曲がった時になんか見たことあるなっていう雰囲気だったんですよね。そうそうそう、ここ見に来ましたよ。さあ、道の駅東条ちらね来たことありますね GSR で。あ、車いっぱいですね。さあちょっとね P 点で時間調整しましょうかね。ちょっと今からね帰ってもね、まあ、大阪までね自宅まですぐ帰れるんですけども、帰ったところで車を止める場所がないんですよね。現在時刻16時8分です。ダイナムでちょっと時間調整します。さあ現在時刻18時12分、近くのね道の駅がね7分のところにあるんで、今日はラストね道の駅泊まりたいと思います。今日で最後ですね。およそ 50m 先右方向です。さあ道の駅フルーツフラワーパークっていうところなんですけどもね、到着いたしました。目的地に到着しました。お疲れ様でした。入り口が道の駅の入り口、こんなんなんですか。え、駐車料入園料無料、道の駅ですよねこれ。フルーツフラワーパークホテル P、 こっちですよね。道の駅駐車場、大きいですねここ。このお店は何のお店でしょうか。ファームサーカス、何屋さんですか。食べ物屋さん。あ、こちらがトイレなんですね。大型に通車左。駐車場自体は大きいですね。うわ、大きいじゃないですか駐車場。いいじゃない、大きい駐車場、いいじゃないって言うじゃない。さあどこ行きますか。意外とねこれね端っこに行くよりね真ん中のど真ん中に止めてる方がね、人ってなかなか寄ってこない。みんな端っこの方に止めるんでね、このね本当のど真ん中に止めちゃうと意外とね人は来ないんですよこれ。実は私はそれを学びました。さあ現在時刻18時21分です。私こちら道の駅ですね、フルーツフラワーパークっていうところですね、到着いたしました。兵庫県は神戸市ですね。神戸、あ、観覧車がありますよ。正面カメラ映ってないかもしれないですけど、観覧車ですね。ここがね私の最後の地ですねまるで死ぬみたいですけどももう本当はねここからね大阪の自宅までね帰れるっちゃ帰れるんですけどもね、今日はここでねちょっと泊まって、明日ね明るいうちにねちょっと車もね洗車して返却したいっていうのがあってね、1ヶ月間お世話になったんでね、このハスサンバーにもね明日お掃除しましょうかね車を。現在時刻11月3日のね朝5時47分です。もうねうっすらとあっちの方ね太陽がもうすぐ昇ってくるんですけどね、6時過ぎぐらいですかね今の時期。日の出がね結構車止まってますね。まあ夜気のついた時からね車は止まってるんですけどもね、あそこがね自動販売機があってトイレがあるんですけども、最終日の夜今日が一番、今さっき起きたんですけどね冷えましたね。もうご覧の通りね雨が降ったわけじゃないんですけどもね、真っ白でねもう水滴がね夜露がすごいですね。寒いですよ今も。11月3日なんですけどもね。おはようございます。日本一周100日目11月3日水曜日、現在時刻朝6時ちょうどです。私ねこちら兵庫県は神戸市にありますね道の駅、これ神戸フルーツフラワーパークっていうとこなんですけどもね、くるりんぱいたしますとこんな感じの駐車場がねかなり広いですね。でね皆さん車ね止まってらっしゃいますけどね、周りにねこう端っこにみんなね車止める人が多いんですけども、なぜか僕がねど真ん中に止めるというね暴挙に出ましてねこれね私ねこの旅で知ったことがあるんですけどね、だいたい皆さんこういうね端っこにこう車をずらっと並べていってね、真ん中は意外とぽつりと開くんですよ。キャンプ場でもそうですけどもね。なのでね、意外とね、あっちの端に止めちゃうとね、隣にああやってね、ピタッと車が横に来たりするんですけど、こんな風にど真ん中に止めちゃうとね、誰も近寄ってこないそういうね、あえてど真ん中を選ぶ作戦を選んで静かにね、夜を過ごすことができましたと。今日がね、最終日の朝ですね。もうここからね、大阪までもう2時間なんでね、本当は昨日のうちにも帰れたんですけれどもね、まあいろいろね、今日荷物を下ろして、あと1ヶ月ねお世話になったこのねハスサンバをね、中掃除したり洗車してあげたりしたかったんでね、まあ時間的にも明るい時間帯に帰っていろいろやりたかったんでね、ちょっと調整したっていう感じですね。さあ、オレンジがかったね。これ最後の夕日じゃない、最後のね、これ朝日ですよ。ライジングサン、観覧車なんかもね見えてますけども、四国に渡ってからね、愛媛県からあっという間に香川県の方に行きまして、瀬戸大橋渡ってね、一気に大阪の方に向かってね、急ピッチに帰っちゃったわけなんですけどもね、まあいろいろ心境的な変化もあったりとかね、まあいろいろありましてね、僕の YouTube チャンネルのねコミュニティとかにね見てくださってる方はねご存知かと思いますけど、またもやね、私YouTube のことでね、ちょっとメンタルがね、ちょっと落ち込むという事態に陥りまして、まあ今はね、もう一日でなんとかね回復はしたんですけどもね。で、結局ね、四国がね去年と同じくね滞在日数が短くて、今年に限ってはね2日なので、まあ今回ね日本2周目はね、ちょっとバイクじゃなくて車、レンタカーっていう形ね、ちょっと若干自分の中でもね失敗した感はあったんですけども、まあ一応ね、自分の中のね目的地、一番北はね北海道宗谷岬で、南はね、鹿児島の最南端のね佐多岬まで行ったということで、日本2周目 OK という、自分の中ではね 100% 完璧ではない。沖縄とか本当行ってないんでね、まあ、去年も沖縄ちょっとね行かなかったんですけども、ちょっと予算的な都合とかね、あまりそこまで経費かけてられないっていうところもあってね、そういう意味でまあ自分の中で設定したのがもう鹿児島の佐多岬だったんで、そこまで行った時点で僕の中ではもう OK ということなんでね、まあいろんなある方がいらっしゃると思うんですけどね、沖縄まで行かなダメだよハスさんっていうね、そういう意見もあるかもしれませんけども、またそれはね、僕のチャンネルが成長して予算的にもね潤った時に沖縄や離島の方なんかもね巡っていきたいと思っております。皆さん本当ね、こんな形でと言いますかね、急ぎ足でね大阪に帰る形になっちゃってね、本当に申し訳ございません。楽しみに四国編を待ってくださってた方ね、またあっという間の四国編が終わっちゃうという形でね、申し訳ございませんけどもね、来年はね3週目行く予定なんで、その時ねやっぱ僕バイク GSR で行こうと思ってるんでね、またその時にはね、今度はね四国をたっぷり回ろうと、西日本編はね四国からスタートしようかなっていう風に考えたりもしてるんでね、ちょっと1周目2周目ともにね四国滞在日数が短すぎるということでね、次回のね来年の日本3周目の旅にねこうご期待くださいということで、と言いましてもね、来年と言いましてもね、春にはね東か西か、ゴールデンウィーク春4月ぐらいにはもう出発すると思うんでね、もう11月なんで、もう1年っていうかね、あと5ヶ月後ぐらいには出発すると思うんですけどもね、今日がね今朝が一番冷え込んだんでね、鹿児島のね黒は大丈夫かな、この寒さで。外でねちゃんと冬越せるんでしょうかね、すごい心配になりましたね。この寒さで、寒さだけが心配なんですよね。黒にもね来年また会いに行くんで、それまで元気にしていてほしいですね。というわけでね、皆さん最後まで見てくださってね本当にありがとうございます。いろんなね応援コメントや差し入れなんかもいただいたりね、コメントに返信できませんでしたけども、全てね目を通させていただいて、それのおかげでねへこんだメンタルも回復して復活したということで、本当にねありがとうございました。ではまたね次回3週目の旅でお会いしましょう。本当にね最後までありがとうございました。お疲れさん、ハスサンバ、バトラッシュ。